上島は伊勢湾港に位置する周囲3 9キロメートル、面積0.76平方キロメートルの島で三重県鳥橋に属する。三島由紀夫の小説、潮騒」の舞台になったことで有名。人口は300人余りで過疎化が進んでいる。本港では本当にかつて存在した上島村についても記す。古くは歌島、亀島、亀島などと呼ばれた。 神島の名が示すように、神の支配する島と信じられていた。後に、八大竜王を祭神として、八代神社が設けられた。神社には、古墳時代から、室町時代にわたる総数百余点の神宝が、秘蔵されている。各種の鏡や、陶磁器などである。鳥羽藩の流景地であったため、島八条と呼ばれたこともあった。小説、潮祭の舞台であり、 5回行われた映画化ではロケ地となった。同作品中では歌島とされている。上島は伊勢湾の入り口、厚見半島のイラゴ岬からイラゴ水道を挟んで約3 5キロメートル、島半島の鳥羽佐浜港から約1 4トルで厚見半島寄りにある。鳥羽市川の関東よりもイラゴ岬の方が近い。 標高171メートルの東明山を中心として島全体が山地である。平坦地は少なく、漁港周辺の斜面に民家が密集している。平成12年国勢調査では、世帯数は213世帯、人口は男260人、女274人の合計534人であった。2001里東東経年報によれば人口密度は703人。 平方キロメートルであり、全国の離島中15位である。島の南部、上島小学校の横には、カルスト地形が見られる。青い海に白く輝く、石灰岩が美しい。上島東大上島と、イラゴ岬の間は、日本の三海門の一つとされる、イラゴ水道で、江戸時代に五島明堂が作られた。明治に入り、島明堂は廃止されたが、 上島付近に暗礁があることが分かり、1910年に上島灯台が作られた。数回の改修を経た後に1967年3月に近代化され、鉄筋コンクリートの灯台となった。この灯台には暗礁の照射塔が併設されている。1998年11月1日、第50回灯台記念日の行事として、 日本の東大五0選を選ぶ投票が行われ、上島灯台は関東灯台とともに日本の東大五0選に選定された。9月下旬から10月上旬にかけて越冬のため南方へ移動するサ木マダラや佐柴が上島を経由する。島内には1876年2月開校の鳥羽市立上島小学校と1947年5月5日、 海港の飛ばし立上島中学校がある。島内に学習塾やカルチャーセンターのようなものはない。上島港間適症と上島の主な産業は漁業で、この城カタクチイワシの他に伊勢エビタコアワビマダイワカメなどが取れる。レンダムからの給水が始まってからは、鮮魚の輸送、水産品の加工に大量の氷と水を使えるようになった。上島は、 トバイソベ漁業共同組合の館内である。三島幸雄の潮祭の舞台となった八大神社、上島東大観的賞跡を訪れる観光客や、新鮮な魚介類を求める観光客のほかに、朝木まだらや、渡り鳥などの観察、釣りに訪れる人が多い。旅館、民宿はかつて合わせて10軒ほどあったが、現在は4軒にまで減り60人程度の、 宿泊客に対応している。長らく定期船は、飛ばし川からの市営航路しか存在しなかったが、1990年代に入ってから、伊良湖港からの民営航路も開設され、浜松や豊橋方面からの訪問が容易になった。島を一周する遊歩道が整備されている。2006年上島は愛を近いプロポーズをするのに、ふさわしい観光スポットとして、 長崎県のハウステンボスや岡山県の倉敷、千堀公園などと共に恋人の聖地の30カ所の一つに選ばれた。上島島大そばの広場にプレートが設置されている。上島は様々な祭りが伝承されていることから民俗学の宝庫と呼ばれる。毎年1月1日未明に行われる八代神社のゲーター祭りは南北朝時代の太陽信仰とも言われ。 1977年に三重県の無形民族文化財に指定されている三島文学の光島村に関するカテゴリーありがとうございます。